シャインマスカット2年生の苗です。こちらはですね、ちょっとスペースがあったので昨年の7月ぐらいかなに急遽苗を買ってきて植えました。もう一本シャインマスカットあるんですけど、そちらはちょっと黒糖病にかなりやられていたので、ちょっと保険の形で2本植えてます。本当に植えた時期が遅かったんで全然成長してないんですけども、本当に、左側に1メートル、右側はまだ全然伸びてないという状態ですが、芽の勢いはかなり強いですね。昨年伸びた枝がここから先かな。そして定植してからちょっとこちらから勢いのいい芽が出てきたので、こちら1本だけ残してここまで行ってます。ちょっとこのビニールハウス狭いので来年どうしようか考えているものですから、ちょっと保険で残してあります。本当は剪定をしてこちらの細い枝を太くするのに注力した方がいいんでしょうけども、やはり昨年伸びた枝、ちょっとここら辺がですね、定植したあたりですかね、やはり節の間隔がすごく狭いんですよ。そして調子が出てきたあたりで節間が長くなってます。でこちらの右側の方はですね、ちょっと真夏の8月の酷暑にダメージを受けてしまって全然成長できてない状態ですね。ですのでこの芽かこの芽を伸ばして、ここら辺はちょっと弱そうなので来年切ります。こちらに伸ばします。でもちょっとこれは向きが悪いのでこれですね、こちらを伸ばします。さすがにこのちっちゃい苗ですので花芽は今のところ見えてないです。ちょっとこちらが飛んじゃってますけど、これもですね、昨年芋虫が大量発生した時にダメージを受けてしまったつぼみです。こんな感じでね、芋虫にかじられてしまってます。葉っぱだけじゃなくてこの来年出てくる芽までかじられてしまっていますね。発生したのが9月の頭だったんですけど、そこで葉っぱを大量に食べられてしまったのも木が大きくならなかった原因でした。ハウスだったんでちょっと油断してて、農薬の類は農薬というか殺虫剤か、そちらは一切使ってなかったもので、ちょっと今年はね8月から9月にかけて気をつけて様子を見ていきたいと思います。こちらも芽かきをする感じですね。では別の苗様子見に行きます。